強くて器用で丈夫なやつだ。手っ取り早く採用済みの動物をいじって作っちゃおう。体は強い方がいいのよね。じゃあゴリラとかどうかな。とりあえず巨大化させてみよう。もはや定番のこの流れ。熱中症です。え、なんでですか？別に暑くないですよ。身長を2倍にすると体積は2倍じゃ済まないの。例えばカイロが入っている箱があるとして、一辺を倍にしたらカイロはいくつになる？8個です。あ、だからほかほかに。細胞も熱を出してるからね。大きい動物ほど体の熱量が多くなって寒さに強くなるんだよ。だからクマとか寒い地域ほどでかくなるんだよね。なるほど。のんきなこと言ってる場合か。とにかく早くこのゴリラを改良しないと。空気に触れる面積を増やせば冷えやすくなるんじゃない？でっかい放熱板をつけるとか。それだ、トサカをつけよう。これじゃまだ足りないと思う。じゃあ体毛を剃ってハゲにすれば。馬じゃないときは見た目にこだわらないんだな。全部ツルツルにするのは気が引けるわよね。パンツの分くらいは残してあげましょう。全裸の方がマシじゃないか。でもいきなり全裸はね。もともとゴリラは全裸だったよ。何か模様を入れてあげようよ。トゲトゲも足して強くしよう。よし、完成だ。あ、立てたんですね。できたぞ、ゴリラ対世紀末だ。通れた。またお約束。足を骨折しました。身長を倍にすると体重は8倍。強度不足です。足太くして4足歩行にしてみる。立つことは立ったが、まだ熱中症が心配な感じだな。放熱板を増やす。試作室から設計図を取ってくる器用さもなさそうだよ。パンツも変ね。体が重すぎて首も手も伸ばせないなら鼻を伸ばしたら。やった、できた。はいよ。